ない。間違いなく。Thank you.
練習終わりました。全部日程お疲れ様です。お疲れ様でした。今から帰ります。はい、ということで今夜ご飯食べて、家に帰ってきました。まあ、合宿3泊4日行ってきて、もうめちゃくちゃ疲れました。まあ、今は特にスクワットの期間なので、まあ、スクワット追い込んでて、まあ、スクワット追い込んだ中でもスナッチとクリアンドジャークも少し重たいの触って練習したんで、ものすごい疲労が溜まってます。で、まあ、合宿の動画っていうことで、まあ、その合宿の流れ、まあ、全部動画撮ることはできなかったんですけど、まあ、大体の流れっていうのは、まあ、見てもらえたかなと思います。あちらの合宿先は、まあ、学生の頃からお世話になっていて、まあ、何度か行ってるんですけど、まあ、すごい自分で変わったなと思う点が、もう食事が本当に脂っこいもの食べれなくなったなと思って、まあ、昔学生で行ってた時はもうとにかくお肉とか唐揚げとか、まあ、割と今でいうジャンキーなもの食べてたんですけど、まあ、初日に結構重たいの食べたらもう胃もたれみたいな感じになっちゃって、2日目とかはもう魚中心で割と食べてたかなと思います。最近魚がすごい体に合ってるなっていう気がしてて、なんかあんまり腹持ちが軽い感じがするというか、お肉ほど胃がもたれる感じがしなくて、すごい最近魚にハマってて、よく鮭とかサバ缶とかは本当に食べるようにしてます。まあ、でも魚絶対いいと思うんで、ぜひちょっと皆さんも食べてみてください。で、まあ、今後の、まあ、練習のまあ、予定なんですけど、まあ、スクワット7レップの週が、まあ、この合宿の週で終わって、来週8月の 16日からは5レップの週に入ります。5レップとインターバルをやっていきます。で、7レップで、まあ、230キロ7本狙いたいって言ってたんですけど、まあ、それはちょっと調子が合わなくてできなくて、まあ、5レップの週でもしものすごい高重量触れて調子がいい日があったら、まあ、7レップとか狙っていこうかなと思ってて、でもその7レップ190キロ以下ではやらないようには決めてて、それはクリアできたんで、まあ良かったかなと思います。まあ試合が近づいてきたんで、徐々にスクワットの本数も減らして種目も増やしていかないと、多分試合の時に調子合わせられないと思うので、まあ来週から5本と、まあ、インターバルに移行していこうかなと思います。で、5本になってくると足の疲労度とか7本10本の時期に比べて、まあ、少し軽くなってくると思うので、徐々に種目の頻度も増やしていこうと思っていて、まあ、動画にもあったんですけど、スクワットやった次の日に140キロまでスナッチ上げることができて、で、今まではそんなことはなかなか挑戦してもできなかったんで、まあ、力ついてきたかなとは思います。なので、まあ、スクワットの本数減らして種目の頻度増やして、まあ、キレを上げていけば160キロはクリアできるんじゃないかなってちょっと自信がついてきました。なんで、まあ、ちょっと合宿行って疲労が少し溜まっているので、明日ゆっくり休んでまた来週からトレーニング頑張っていきたいと思います。まあ、こういう感じで、あの、合宿以外にも1日のトレーニングの、まあ、ルーティーンとか動画も今後出していく予定なので、まあ、そちらもぜひ見てみてください。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。